残敵を一掃せよ。王国の栄光のために。変ね、どうして魔物はいきなり三大都城を襲ってくるのかしら。報告します、マルキュレ団長。マーリさん、どうした。この辺りの敵は完全に殲滅しました。次の資料。見て、少し様子が。星の力が見えるわ。デストロイエテオン。あらあら、これは普通の攻撃じゃダメみたいね。仕方がない、あれをやるしかない。行くぞマーリン。了解。どうやら今回の魔物の侵入は単純じゃなさそうだ。見て、あれは。まずい、早く逃げろ。しつこいやつめ、ここまで追いかけてくるとはな。小僧、私を誰だと思って、私を捕まえられると思っているのか。ただの傭兵の分際で笑わせるな。貴様一人で何ができる。命令だ、こいつをやれ。少しは油断したが、まだまだ青いな。後悔するがいい。真理の光からの使者たち、奴らを引き裂け。ここからはマルコの指導時間だよ。まずは属性の相性について紹介するね。英雄には地、火、水、光、闇の5属性があるよ。地は水に強くて、水は火に強く、火は地に強く、光と闇はお互いが有利になる属性だよ。上にある緑色の矢印は攻撃する英雄がその魔物に対して有利っていう意味なの。マルコの力を見せてあげる。セイヤー！じゃんじゃじゃーん！いい攻撃だね。これで魔物たちもおしまいだ。運命の剣を使って
どめを刺そう。運命の剣で敵を倒したら残った他の敵に追撃することができるよ。よし、今だ。あらあら、ガキ二人に負けるなんて本当に役に立たないわね。お前、計画がもうすぐ始まるわ。ジャコに手間取ってんじゃないわよ。悪魔様はあなたに会ってくれるそうよ。ついてきなさい。やっと帰ってきたかにゃ。ホーニャズ。バカ、ホームズだ。腕っぷしが必要な任務なんかよりも頭を使う仕事の方が僕みたいな天才にはふさわしいのさ。そういえば今回の任務はうまくいかなかったんじゃないか。隊長のせいじゃないよ。敵がずるすぎたんだもん。でも。まあまあ、そう落ち込む必要はないさ。ほら君たち、これを見て。
上は僕が情報収集をしている時に。どうだい、その女王様に会いに行ってみるのは。隊長の実力に僕の天才頭脳を加えれば、ひょっとしたら彼女に気に入ってもらえるかも。闇の女王の依頼を達成できれば僕たちよ。でも今さらそんな話しても無理だよ。来月分の家賃すら出せないのに。だからなおさらヒーローの恋に行くべきなんだよ。僕の情報によれば今回の報酬は金貨6万枚もあるにゃ。金貨6万枚本当なの、ホーニャズ？もちろん本当さ。天才探偵の名にかけて保証しよう。時は金なり。金貨6万枚が私たちを待ってる。隊長、今すぐ出発しよう。おい君たち、僕を置いていかにゃいでくれ。やや暗い赤い高級赤ワインの香り、そして質の悪い香水とタバコの匂いが混じってる。僕の推理が間違っていなければ、噂のヒーローの恋はここに違いにゃい。看板の上に書いてあるよ、ホーニャズ。ソニャのか。間違いない、こいつらもあの依頼が狙いのはず。もしかすると、誠に申し訳ございません。俺の超かっこいいことを汚しやがって、バカ野郎。本当に申し訳ございません。私不器用なので、今度は選択させていただきます。選択すると思ってんのか、このボケが。え、こんな可愛い子が雑用だけなんて。みんな俺と一緒に飲んでくれれば、さっきのことはなしにしてやるよ。やめてください。私には無理です。なんだと、それが客に謝る態度か。お前の意見は聞いてねえ。おとなしくしろ。話して。いやあ、いいね。ジャック様に喧嘩を売ってきやがって、地獄に送ってやる。Thank you.
このメデューサが相手になるわ。うわ、たった一言でチンピラたちを黙らせちゃった。あの人すごい。彼女がメデューサだね。無法地帯を支配する危険人物、裏社会の情報を操る黒幕でもあるにゃ。サンライト城の勢力も無法地帯の勢力もこの闇の女王に逆らう者はほとんどいないほどの力を持っているにゃ。メデューサさん、俺たちはあんたの依頼を受けに来た傭兵だけど、そこのガキがあんたの酒場で暴れていて。初めに言っておくけど、ところで、あんた、じゃ、あんた、名前。素敵な名前ね。けど、実力は名前ほどあるかしら。気に入ったわ。でも覚悟はちゃんとできたかしらね。死の覚悟よ。みんな聞きなさい。今回私から重要な依頼を出すわ。本物の手だれが必要なの。賞金は金貨7万5000枚を出すわ。ただし、このメデューサのルールは絶対、ルールは簡単。あ、生き残った者が勝者か。上等だ。どけいでっか。賞金は俺様のものだ。みんな、ただし、ルールは生き残った。どけ
私の目を。だから大金で傭兵を雇うわけか。これで話がつながった。それじゃあ、ぼ、あなたは闇おも、肝心なお見事、いつかひ待って、つまりそのそういうことそのカード、まずはそれから私はカードを持って、でもマルコ、うん、待って、いい、そうそう、いいアイディアにゃ。準備ができたら冒険、見てください、傭兵団のみな、ちょんちょん、待て、このそこを動くな。何者だお前、あれ、とぼけるな、まあまあ、ばこのそ、やあやあ、誰だ、ですが、よろしければ、わ、わかりま、話になりません、あの、とんでもございません、あの、私はかわいい、もちろん
違い、目的地が同じ。本当なの？賢明な判断。綺麗な剣。素敵な剣だね。装備できるもの。職業に。彼らが半分。いいか、ヒケロさん。やい！その場で闇市が処刑に。どこが可愛いんだ。動くな。しまったにゃ。おい、しょう。いいだろう。卑怯なネズミども。無駄口。もう一つ言って。へえ、今日旅のショーで僕が真理を教えてくれ。グッシュ。ちょっとだけ。最後に仲間。君たちが知る。でもそのか。いや。ずっと。わからなく。いい。というわけ。聞けろと素晴らしい。
ばきなぐ。足跡はどこまで行ったかな。あ、見つけた。足跡はどこまで行ったかな。あ、見つけた。足跡はどこまで行ったかな。あ、見つけた。私に任せてください。不器用だけどみんなの、僕の分析によると今回のシロモンはいい子だね。晩ご飯はもも肉を用意してあげるね。
て語り合うのは好きだぜ。任務開始。早速。足跡はどこまで行ったかな。あ、見つけた。希望を捨てないでください。女神様が必ず私たちをお導きしてくださいます。希望を捨てないでください。女神様は必ず私たちをお導きしてくださいます。希望を捨てないで。承知。スコ。お前は。私は。あき。わかっ。そうですよ。なら話。また。だが主簿。なら。いいだろう。今。ほら、ここがなんか。Thank you.
ーというメロディーはな。皆さんの仲間になれて嬉しい。希望を捨てないでください。女神様は必ず私たちをお導きしてくださいます。希望を捨てないでください。女神様は必ず私たちをお導きしてくださいます。足跡はどこまで行ったか。マルコの弓。うわあ！任務開始。おお、絆というメロディーはなぜこんなにも美しいのでしょう。足跡はどこまで行ったかな。おお、絆というメロディー。やめとけ。余計な世話は偽善に過ぎねえぞ。希望を捨てないでください。女神様は必ず私たちをお導きしてくださいます。騎士の名にかけて魔法の宝器行くよ。今日は来てくれてありがとう。やめとけ。余計な世話は偽善に過ぎねえぞ。
だろうが。力を尽くして皆さんをお守りします。頑張ってくださいね。